はい、大日曜事情さんで昭和2歳メスサイズ53センチ。今日は年越しライブということで、はい、いい恋を、はい、2013年も終わりますね。はい、はい、この度は、大根の、ツートップで、この2013年から2014年に移り変わるところを、このツートップで攻めていきたく思います。はい、はい、年越しにいつも試合劇で出品していただいているので、はい、はい、ぜひ恋の説明の方お願いします。はい、まあ、毎度毎度の説明になりますが、はい、この体のライン非常に、おつまで綺麗に肉が入って非常に体型のいい恋です。そして、まあ、大根には相当珍しい、丸天模様で、白地を見せながらで、その白地にも、はい、黄身が、肩にあります。そしてこの鯉は、背の模様も軽く、下の方の黄身模様も鼻から巻いて黄身の模様が非常に整っています。はい、はい、そして、こうちょっと重ね積みなんですけど、この肩の締めは、非常に大きくなって、インパクトが効いてくると思います。はい、やっぱりこう体の張りが非常にいい声ですね。はい、まあ、あと体の張りとやっぱりこの大根のこの白地、この白地で、なんとなく品を感じるような、雰囲気のある出動をしてます。はい、この白地の色は何というんでしょうか。はい、もう何て言うか分かってると思いますが、乳白色です。はい、はい、最近言おうとしちゃったんで質問したんですけど、はい、毎度毎度同じことばっか言い続けて言うのがちょっとこっちも言うのが恥ずかしくなってくるんですけど、年越しということで、この乳白色の肌をもう一度よく見てください。はい、やっぱりこの肌があるから紅と墨が入るんでしょうね。まあ、そう思います。この紅、まあ、も本当で品のある赤すぎず、黄色すぎず、非常にまあ、透明感のある、便利だと思ってます。はい、こちらもこれからが楽しみなところですね。はい、まあ、本当に炭の方もうっすら、白地に出てるんですけど、このやっぱりこの、元黒がやっぱり両方しっかりしてるので、やっぱり炭の、質というかこれからこの炭が生きてる感じも非常に、ここで魅力が感じられるところだと思います。はい、まあ、本当にちょっと紅が単純かなと思ったんですけど、本当にこの白地の炭が生きてるので、本当に将来品のあるような鯉になってくると思います。はい、いかがでしょうか。大日さんから少しに気合の入った声をお届けしております。はい、本当で年越しライブということで、縁起のいいこの丸天、はい、はい、じゃあですね、新年明けるのとともにクリッククリックですね、久しぶりに。はい、言わないんですか今回は。これ年をまたぐの、またぐの、はい、今回2013年、本当にありがとうございました。そして2014年年がこの恋で明けると思うので、その時ぜひ2013年、皆様もいろいろあったと思います。それをかみしめながら、クリッククリックと、2014年に年を一緒に明かしてみましょう。
っと照れました。はい、はい、長々となってしまいましたが、こちら大日曜児嬢さんの昭和2歳メス53センチ親子に大根です。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。